はい、どうもエルザです。それではカップヘッドやっていきたいと思います。鳥動く事件と大鳥鷲之助、あ、大鳥鷲之助っていう名前なのマジか。よし、じゃあ気合い入れてやっていきますか。心が折れるまでね。ああ、いやー、おーおーおお。しかも分裂してた。めんどくさい。めんどくさいね。こやつは。ちょっと。あ。そうですか。あ。最近リセットかけた方が早いと思ってるからね。さあミッキーの手が飛んできた。あ、それはパリエとタイミング間違えると悲惨なことになるね。はいはい、できた瞬間がきついな。よし、取れた。やばそうです。お、あぶねえまだまだまだ、もうあぶねえ、もうよいよね。よし、もうあとは避けるだけ。避けるだけでいいのよ。やべえなこれ。よし、来たーよーし、あ、すげえ、塩コショウかけてる。まだ始まって10分ぐらいなんだけど、なんだろうな、スプラの1時間したぐらいの疲れあるんだよねいや、マジでマジでそれくらいあるのよね、このゲーム。さあ、大鳥鷲之助ゲットですね。てか、あれなんだね、ちゃんとタイトルに名前出るんだね。さあ、フィーバーラン&ガンやっていきましょう。あー、これはかなり手が凝ってるみたいですね。フィルム帳、実際配信の画面でわかるかな、あれなんですけど、フィルム流してる感じで画面が見えるんで、めちゃくちゃいいっすよ。あ、あ、これは、うひ、あー、そういうやつなのね。壊さない方がいいね。よし、おい、おう、はいはい、いいって。何に当たった？当たってない。よし、ちなみに連続パリできるらしいんで、ああ、わかった、タイミングこれね。はいはい、
あ、難しい。4、5、6、1。あー、はい。嫌な予感しかしないね。なるほど、そういうことね。あっういっ、うねー、こっちの方が早いね。うっやめてやっぱラン&ガンがクソむずけえな。あれ紳士やね、紳士出てたね。うん、これか。ほい、紳士。めっちゃ変なおじさんだよね、この人ね。ほい。で、問題はここだね。ここの音楽がさ、マリオの、スーパーマリオワールドか、の曲に聞こえて、めちゃくちゃいいな。あ、よし。ん？なんか声がしたような気はしたけど、あれ？あ、そういう感じか。紳士、やめて紳士。よし。ポンポンポン、よし。これさ、え、いて、ダメ。ショットガン、よし。そう、まあ、ダメか。今のダメ。ああいう卑怯なことしたらダメ。自分が感覚に落ちてる、陥るか、やられてる感覚ね。いやー、見事な紳士の顔だったからね。まさか、いて、やばい、これはやばい。ちょっとやめた、やめた。あれ？ってことは、はぁ、今のは。やめて、音楽が終わるのタイミングは、一番怖い。あ、しくったね。ほい。よし。さあ、美味しくいただき。さあ、クリアですね。誉れを捨てて、お卑怯の道に。結構無駄な殺生をしてるからね。いやー。なかなか、こっからだね、でもね、カップヘッドは。パッパーン。4回か、ダメか。よし、じゃあ次行きましょう。もうドラゴンだね。グリムマッチスティックとワクワク火遊び。火遊びか。やっぱドラゴンかな。このね、この始まる時間が結構緊張するのよね。あー、そういう感じ。足場がないパターンね。で、あー、はいはい、火球が飛んでくる。下で、次は上。尻尾にゃろ。はーす。あ、はいはい。ほう。あー、なるほど。よし。いいねー。
ドラゴンいいね。ちょっとお茶目だけど。あれの予兆がわからんな。しっ、そうそう、尻尾。全然予兆がつかめないのよね。ショットガンハイラー。ない。あー、ポヨン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 ってね。ポヨーンがね。お。これ、うわー、そういうパターン。ブーメラン持ってきていればよかった。うーわ、しかも、待って待って待って。こういう感じか。うーわー、マジか。えぐいぞ。やめてくれ。ほほーって。痛い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 。めっちゃ。やばいやばいやばい。視界が悪すぎる。うー。危な。いて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 。おお。よし、来たー。やっほー。これ、いや、あの鶏なが強いね。さあ、ドラゴン撃破だね。最後はブルーアイズかな。アルティメットっぽい三本首だったね。よし。めっちゃ順調。あー、確かに横スクロールといえばロックマンだね。僕はあのロックマン X が大好きだったんで。さあ、グリムマッチスティッククリアーす。100ぴったしだね。はえー、100回か。8回でなんとかいけたね。確かに今日は、やっぱサクサクだね。前回難しいボス倒したからかな。はいはい、どうだい？どうやら私は君たちのことを見くびっていたようだ。ガラクタコンビ。言ってくれるね。ちゃんと債務者とも締めてきてくれたようだな。よかろう。次の島に進みたまえ。とっても愉快なことが君たちを待ち受けてるからな。ははは。やっぱデトバのマークはないんだね。あと1本欲しいんだけどな。コップのチビドはなかなか腕が立つようですな。債務者どもをコテンパンにしています。どうだ俺様、あいつらを。あいつらがポカと、ポカか、ポカとは違うと見えていたんだ。まだ早計ではありませんかね、ボス。私はうさんくさいマグカップだと思いますよ。お前が言うか。そういうな、ダイス。もしちっぽけなガラクタカップ2個がよからぬ考えを起こしてきは俺様が受けて立つ。